小原忠氏は、北海道出身の日本の元スピードスケート選手で、現在は日本競輪選手会茨城支部所属の競輪選手。白樺学園高等学校から明治大学に進み、2005年冬季ユニバーシアード1000メートルで銀メダルを獲得。同年の全日本学生選手権でも優勝。大学卒業後、日本伝産、三強に入社。 2008年全日本スプリントで準優勝。2009年は1月24日に ISU ワールドカップで5位入賞。さらに浅間選抜500メートルで初優勝。バンクーバーオリンピック選考会では1000メートル1位となり出場権を獲得した。バンクーバーゴーリンスピードスケート競技では1000メートル17位に終わった。2010年のバンクーバーオリンピック後に スピードスケートからの引退を表明。2010年4月23日、大須賀さゆりの妹で、元同僚でもある、大須賀淳子と結婚。2011年1月14日、日本競輪学校第101回生入学試験に合格した。同校在校競争成績は15勝を挙げ、第1位。2012年5月1日、日本競輪選手会茨城支部所属の、 競輪選手として登録された。同年7月6日、慶応各競輪場でデビューしに着。初勝利は同月7日の同場。ありがとうございます。